はい、皆さんこんばんは。何ですかね、自分買っちゃいました。 iMac です。一応27インチなんですけど、箱が届いたんですけど、ものすごくでかいです。ちょっと予想以上だったんで驚いてます。はい、相当大きいですよ。じゃあちょっとね、開けていきましょうかね。電気屋で見るのとやっぱ自分家に持ってくるの全然違いますよね。まさかこんな大きなものとは思いませんでした。逆だったんで逆にします。はい、なんかいろいろあるの、多分キーボードとかそういうやつでしょうね。この中には電源が入ってます、はい、ものすごく嬉しいです、はい、よし、まずは電源つけてみますか。電源ね、はい、で自分は、このコンパクトな天気なしのキーボードを買いました。これはコンパクトでなんか使いやすいかなと思ったんでこれにしました。やっぱこいつも薄いですね。はい、こいつも薄いっていうか裏白になってるんですね。これ、なるほど、これここでこのボタンでクリックするんですね、はい、で一応編集とかそういう使う用にマジックマウスも買いました。なんか評判はちょっと悪いみたいなんですけど、まあ、一応使ってみようと思います。もうほんとすごい嬉しい、嬉しい、ちなみに自分が買ったのはまず 3.5GHz の Core i7 にしました。27インチのちょっといろいろ持ってみました、まあ、もう少ししたら新型出るんじゃないかとは思ったんですけど、まあ欲しい時は買える日かなと思って購入しました。 3.5GHz クアッドコアインテルコア i7、 それとメモリーが 16GB ですね。あとでまた 16GB 増設しようと思います。あと NVIDIA GeForce の GTX780M 一番いいやつを買いました。で3テラのフュージョンドライブで、 Apple マジックマウスとマジックトラックパッドと、あと付属にファイナルカットプロ X とロジックプロ X、 あと何ですかね、アップエッジはなんかもう一個そういうのも、はい、つけました。でもちろん Apple ケアの方もつけてます、まあ、壊れた時にねいろいろ融通が効くみたいなんで Apple ケアは入ってることをおすすめします、はい、いやでも本当この半年ぐらいすごい悩んでたんですよ。悩んだ結果買ったんで、まあ、最初から買っとけばよかったなとちょっと思いました。はい。